こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では大人の男性に似合うバッグというテーマでお話をしてみたいなというふうに思っています。まあ、バッグというのはですね、生活において必ず必要になるものなのかなというふうに思っています。皆さんもですね、これまでにいろんなバッグを経験されてきてるかなと思うんですが、やっぱりですね、選択肢が広いので、僕たち30代40代の大人世代にはどんなものが似合うのか、なかなかですね、分かりづらいのかなというふうに思っています。ということで、今回の動画では僕たち大人世代はどんなバッグを持てばいいのか、これをですね、具体的には3つのジャンルに分けながらお話をしてみたいなというふうに思っています。具体的にはまず1つ目はレザーのトートバッグ、そして2つ目がバックパック、まあ、いわゆるリュックですね。そして3つ目がボディーバッグですとかショルダーバッグと呼ばれるジャンルになります。これら3つのジャンルの中からそれぞれですね、2つこういったものを持つと大人っぽく見えますよというものをですね、具体的に皆さんにご紹介をしてみたいなというふうに思っています。まあ、今回の動画を見ていただければ、カジュアルシーンからビジネスカジュアルシーンまでですね、持つべきバッグというものがイメージしやすいかなと思うので、ぜひ最後までお楽しみいただければなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本を分かりやすく解説しているんですが、もう少し中級者的なアイテムですとかコーディネートについての解説に関しては僕がもう一つ展開してます YouTube のメンバーシップ動画の方で解説をしますので、よかったら下の説明欄にリンクを貼っておきますので、そちらから確認をしていただければなというふうに思っています。それでは早速いってみましょう。はい、まず一つ目のジャンルなんですが、レザートートバッグというところからお話をしてみたいなというふうに思っています。まあ、大人が持つべきバッグとして僕の中では一番最初に思い浮かぶのがこのレザーのトートバッグというアイテムなんですね。このアイテムはめちゃくちゃ便利で、もちろんカジュアルの場面でも使うことができるんですが、それだけではなくて昨今のビジネスカジュアルでもですね、結構合いやすいような形になっているので、大人の男性にはですね、ぜひ一つは持っておいていただきたいようなアイテムかなというふうに思っています。まあ、僕自身もレザーのトートバッグは好きで、これまで結構たくさんのものを買ってきました。そして普段僕はスタイリストとして活動しているので、様々なお客様にレザーのトートバッグをご紹介してきたんですけども、その中でもですね、比較的デザインがベーシックで使いやすいものをご紹介したいなというふうに思っています。まず一つ目はグリーンレーベルのですね、レザートートバッグですね。これはですね、グリーンレーベルの定番アイテムとして結構長い間展開されているアイテムなんですね。僕は以前からこちらをですね、お客様にご提案することも多くて、僕がこれまで出した書籍の中でもですね、グリーンレベルのレザーのトートバッグはですね、上げさせていただいてるんですね。これは何がいいかというと、まずはデザイン面ですね。正直めちゃくちゃベーシックで、これといった特徴があるものではないんですが、だからこそカジュアルシーンからビジネスカジュアルまで使い勝手がいいのかなというふうに思っています。表面はレザーなんですけども、少し光沢感があって、まあ、上品な雰囲気も漂いやすいんですね。まあ、似たような形のバッグで合皮のものなんかもあったりするんですが、やはりですね、大人世代が使うのであればレザー製の方が雰囲気はいいのかなというふうに思っています。そして内側の作りに関しても、やっぱりですね、長年展開してるだけあって使い勝手のいい作りになっているので、すごくですね、ストレスのないような構造になってるんですね。結構レザー製のトートバッグって僕はいろんなものを買ったんですが、海外製の高いものだったりすると見た目はいいんですけど、中の構造がシンプルすぎて意外と使い勝手が悪かったりするんですね。その点ですね、日本製のバッグというのは結構使い勝手というところもしっかりと考えられているので、グリーンレベルのバッグもですね、日常使いとしてはすごくですね、取り入れやすいかなというふうに思っています。そして何といっても見逃せないポイントは価格帯なんですよね。このようなレザー製のトートバッグというと、やっぱり安くてもですね、2万円以上するものが多くて、3万円台だとか5万円台だとか、あとはそれ以上のものもゴロゴロあるんですが、その中でもグリーンレベルのレザートートバッグはですね、1万円台で買えるんですね。このコストパフォーマンスの良さというところがすごくですね、バランスが取れていて、まあ、僕自身様々なレザートートを見てきましたが、まず一番最初にお勧めしたいのはグリーンレベルのトートバッグなのかなというふうに思っています。はい、続いて2点目のレザートートバッグなんですけども、これもですね、同じくセレクトショップというジャンルの中からのアイテムなんですが、バーニーズニューヨークというですね、大人向けのセレクトショップがあるんですね。そこのオリジナルのですね、レザートートバッグ、これがまためちゃくちゃ使いやすいので、皆さんにお勧めしてみたいなというふうに思っています。こちらに関しても結構定番的なアイテムで、僕はですね、普段からバーニーズでお客様のスタイリングをすることが多かったりするんですが、少なくとも5年以上前から展開しているようなバッグかなと思っています。
もちろんですね、細かいアップデートを経ながら今日に至っているわけなんですが、これはですね、ものすごく使いやすいレザートートなのかなというふうに思っています。まあ、先ほどのグリーンレーベルのトートバッグもすごくいいんですけども、やはりあちらの魅力というのは価格帯を抑えながら使い勝手のいいデザインを実現しているという点かなと思うんですね。一方でバーニーズのオリジナルのものに関してはもう少しですね、素材の質感も上品で、なおかつですね、カジュアルかビジネスカジュアルかで言ったら後者の方ですね、ビジネスカジュアルによりですね、親和性の高いような上品な雰囲気に仕上がっているんですね。革のしぼ感というものがちょっと強めに出ていて、ちょっと男らしさが感じつつも上品な雰囲気も漂うので、これはですね、様々なレザートートバッグの中でもかなりおすすめ度が高いものなのかなというふうに思っています。まあ、カラーバリエーションもたくさんあるんですが、まあ、使いやすいのはブラックかネイビーかなと思うので、ぜひこちらのトートバッグに関しては店頭でもいいですし、もしくはオンラインでも買うことができるので、ぜひチェックをしていただきたいなというふうに思っています。はい、続いて2つ目のジャンルなんですが、こちらはですね、バックパックですとかリュックと呼ばれるようなジャンルなんですけども、ここもですね、この数年で一気に大人の男性も使っている方が増えたのかなというふうに思っています。僕ら世代だとリュックというとですね、どうしてもカジュアルなイメージがあって、学生の頃に使っていただとか、あとは結構カジュアルすぎて僕ら世代には似合わないんじゃないかというイメージを持っている方も少なくないかなと思うんですね。それはある意味では正解なんですが、今はですね、かなり様々なバックパックがあるので、ちゃんと選び方さえですね、間違わなければ僕ら世代でもですね、似合いやすいものはいくつかあるのかなというふうに思っています。中でもバックパックを選ぶのであれば、僕はですね、ブラックの無地が間違いなく使い勝手がいいかなと思うんですね。ここにたくさんの色を使ったりだとか、装飾性みたいなものが強すぎてしまうと、やっぱり子供っぽく見えてしまうので、シンプルなブラック系のバックパックで今回はおすすめをしてみたいなというふうに思っています。まず一つ目にご紹介したいのは、これはですね、結構定番的な位置づけになってきたかなと思うんですが、アウトドアブランドであるノースフェイスのシャトルデイパックというモデルがあるんですが、これはですね、ものすごく使い勝手がいいので、ぜひ皆さんにもご紹介したいなというふうに思っています。中にはですね、知ってる方もいらっしゃると思いますし、持ってる方もいるかなと思うんですが、これはですね、2012年に発売されたモデルで、結構その当時としては珍しい位置づけだったと思うんですね。まあ、ノースフェイスというのはアウトドア系のブランドなので、もちろんですね、もっとカジュアルなバッグもたくさんあるんですね。そのノースフェイスの中ではかなりデザインはシンプルなんですね。すっきりとした長方形のデザインで、ノースフェイスのロゴ自体もですね、本体の色と近いのでほとんど目立たないんですね。パッと見ではノースフェイスっぽさが漂わないようなバッグかなと思うんですが、デザインとしては一切の無駄がなくて、ビジネスユースでも全く問題なく使えるようなものになってるんですね。特に昨今のビジネスカジュアルにはすごくハマりがいいので、結構ですね、使っている男性も多くなってきたかなというふうに思っています。素材に関してはかなり堅牢なコーデュラバリスティックナイロンを使っていまして、ハードに使ってもなかなかへたれないので、そういった意味でも結構重宝するんですね。そして内側の作りに関してはしっかりと PC が収納できますし、様々なポケットがついているのですごく使い勝手がいいんですね。そういった機能面にもしっかりと重きを置きながら、都市型のバックパックとして改良されているのがこのシャトルデイパックなんですね。これはですね、ものすごく使い勝手が良くて、しかも価格帯は2万円を切るぐらいなので、ちょっと頑張れば買える程度というのもですね、すごく使い勝手がいい点なのかなというふうに思っています。もちろんですね、このバッグはビジネスカジュアルにもハマるんですが、それだけではなくてカジュアルシーンでも問題なくハマってくるので、様々なシーンでも使い勝手のいいバッグかなというふうに思っています。今では様々なセレクトショップでも取り扱いがあるので、ぜひ皆さんもチェックしていただければなと思っています。はい、続いて2つ目のバックパックなんですが、結構これは迷ったんですけども、今回ご紹介したいのはエアーというブランドのバックパックなんですね。このブランドはアメリカで創業した結構新しいブランドなんですけども、まあ、最近ではビューティー&ユースだとか、あとはエディフィスですね、こういったセレクトショップでも展開があるので、かなり人気の高いブランドなのかなというふうに思っています。こちらのバッグというのはカジュアルなものというよりは都市型のバッグとして結構有名で、ビジネスシーンで使うことをイメージしながら作られているので、すごくですね、デザイン的にはシンプルかつスタイリッシュな作りになっていまして、一つ特徴的なのは真ん中に走っているジップなんですね。これがデザイン面の一つのアクセントになっているんですけども、結構様々な着こなしにですね、使い勝手がいいのかなというふうに思っています。先ほどご紹介したノースフェイスのバックパックよりももう少しカジュアル寄りなので、もちろんビジネスカジュアルでも活躍してくれるんですが、主にカジュアル系の方がより強いのかなというふうに思っています。
僕のおすすめとしては、きれいめなステンカラーコートにですね、こういったエアーのバックパックを合わせてもらうとかなりバランスがいいかなと思うので、ぜひ大人の皆さんにもですね、試していただきやすいバックパックなのかなというふうに思っています。はい、続いて3つ目のジャンルなんですが、これはショルダーバッグだとかボディーバッグと呼ばれるようなものなんですけども、これはですね、休日の男性を観察していると持ってる方がめちゃくちゃ多いものなんですね。本当に30代40代の男性であれば半分ぐらいの方が持ってるんじゃないかと思うぐらい着用率が多いものなんですけども、やっぱり休日にもですね、ちょっとした荷物ってあるわけですね。スマホだとか財布だとか、あとはハンカチだとか、場合によっては本なんかを入れてる方もいらっしゃるかなと思うんですが、ちょっとしたバッグがあった方がやっぱり便利かなと思うんですね。その時にレザー製のトートバッグだとか、あとはバックパックだとちょっと大げさかなと思う場合もあるかなと思うんですね。そういった場合に活用しやすいのが、まさにショルダーバッグだとかボディーバッグと呼ばれるものなのかなというふうに思っています。ただですね、街でこういったものを観察していると、結構ですね、ゴテゴテとしたデザインのものを持っている方が少なくなくて、それがですね、どうしてもおじさんっぽく見えがちなので、今回ご紹介する2つのものをですね、皆さんにはぜひチェックをしていただきたいなというふうに思っています。まず1つ目にご紹介したいのは、アークテリクスというアウトドアブランドがあるんですけども、そちらのマンティス2という形のバッグになります。これもですね、アークテリクスの中では定番的なもので、今まではマカ2という名前で売られていたんですが、最近ですね、ちょっとモデルチェンジを行いまして名前も変わったんですね。最近ではマンティス2と呼ばれてるんですけども、結構これは小ぶりでシンプルな作りになってるんですね。アウトドアショップにも取り扱いがありますし、まあ、セレクトショップでもこちらのバッグは取り扱いがあるんですが、まあ、シンプルな形のバッグにアークテリクスのロゴがついただけのですね、すごく使い勝手のいいデザインになってるかなというふうに思っています。まあ、このブランドロゴの力というのはある意味で大きくて、アークテリクスというのはカナダのアウトドアブランドではあるんですが、結構おしゃれな方の中にはですね、アークテリクスの愛好者の方が多いんですね。ですので、このロゴを見るだけでもなんとなくおしゃれな感じがしてしまうというマジックがありまして、そういったところをうまく活用しながら休日のバッグを選ぶのも決して NG ではないのかなというふうに思っています。同じような立ち位置としてはノースフェイスもあるので、そちらの方を選んでもらうのもいいかなと思うんですが、ちょっとスポーティーでラフなものを選びたいのであれば、アークテリクスかノースフェイスか、この2択かなというふうに思うので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。そしてもう一つご紹介したいショルダーバッグなんですけども、こちらはですね、アニアリというブランドがあるんですね。こちらは日本製のレザーを得意としているバッグブランドなんですけども、こちらのアンティークレザーのショルダーバッグがめちゃくちゃ上品なので、ぜひ皆さんにご紹介したいなというふうに思っています。もともとですね、こういったショルダーバッグというのはカジュアルなイメージが強いかなと思うんですが、そこをですね、レザー素材にしてデザインをとことんシンプルにすると、かなりですね、上品で大人っぽい見た目になりやすいかなというふうに思っています。アニアリのこの形のバッグはですね、定番で毎シーズン展開してるんですけども、非常に革の雰囲気がいいんですね。革に関してはクロームなめしで丁寧に作られたもので、どこか味わいのあるような風合いが特徴的で、肌触りとしてもすごくソフトなんですね。そういった点でも持っているだけですごくですね、満足度が高いようなバッグに仕上がっているかなと思っています。そして結構大切なのが金具だったりするんですよね。ファスナーだとかジップだとか、そういったところにもブランドオリジナルのものを使用していて、かなり上品な仕上がりになっているので、これは大人が持つショルダーバッグとしてはすごく完成度が高いかなと思うので、ぜひ皆さんもですね、チェックしていただければなというふうに思っています。はい、ということで今回の動画では大人の男性におすすめの3つのジャンルのバッグをですね、具体的にご紹介をさせていただきました。どれもですね、デザインとしてはベーシックで定番的な位置づけのものなので、比較的ですね、この1年だけではなくて少なくとも 3,4 年はですね、一度買ったら使っていただけるのかなと思っています。正直ですね、その他にも紹介したいものはたくさんあったんですが、今回は時間の都合上これぐらいのボリュームでお伝えをさせていただきました。皆さんがこれからバッグを買うときに、こちらの動画を見ながらですね、ぜひ参考にしていただければなというふうに思っています。こちらのチャンネルではこれからもですね、大人の男性にぜひ持っておいていただきたい定番アイテムについてどんどん解説をしていきたいなと思ってますので、よかったら皆さんチャンネル登録の方もよろしくお願いします。